2019明治安田生命 J3 リーグは第6節を迎えました。この時間は SC 相模原対ブラウブリッツ秋田、こちらのゲームを相模原のホーム相模原祇園スタジアムよりお送りしたいと思います。まあ、リーグ戦に限りますが、過去の対戦成績を見ますと、12試合対戦しています。相模原が4勝、秋田が5勝ということになっています。3引き分けを挟みます。中盤に稲本純一選手6番が入っています。キーパーは21番浅沼子、ディフェンダーは小田島には梅井です。サイドに川上、阿部が入りまして、ボランチは稲本末吉、前線梶山、伊藤、トップがジョン、ガブリエルということになっています。続きまして、アウェーチームブラブリッツ秋田のフォーメーションご覧いただきましょう。ゴールキーパーが松本です。そしてサイドバックに多田が入りました。千田、中島、山田です。そしてアンカーの位置に小谷、江口、和田とサイドに張り出しまして、前線は沖野が入ります。そしてトップに林、そしてトップスコアラーの藤沼、前線に入っています。足に低いボールで行きました。末吉、もう一度やり直します。右サイド入れていった、一旦落とします。メイです。末吉シュート打っていった、もう一度打っていきました。おっと、枠に行っていました。ナイスシュートが飛びました。キーパー松本、さあロングスローがそこに入る、シュート、稲本、枠には行きませんでしたが、強烈なシュートが、山田からドリブルで持ち上がる、前には藤沼、打ち上げてきました。江口から、さあ和田です、戻して林、ゴール決まりました。先制はブラブリッツ秋田、見事に押し込んでいきました。稲本が一人かわしました。そしてミサイル川上に送ろうというところ、チャンス、シュート一つ打っていきました。おっと、枠に行っていた、キーパー強襲のミドルシュート、打っていったのはこの末吉です。さあこの長身梅井のロングスロー、これも一つの大きな武器。中にはジョン・ガブリエル、シュート、ヘディング決まりました。相模原同点、決めたのは23番川上。さあ今シーズン移籍してきました、この川上のゴールが生まれました。ご覧ください、梅井のロングスローをつないだのはこの稲本純一。さあ中ではジョンも入って守備をします。さあ中に入った、そのジョンがクリア、この位置で小谷が受けます。さあボールが入る、中島を狙っていきました。うんと足がかかったか、うんと、これはレフェリーの笛が鳴りました。 PK の判定です。後半45分まもなく前半終了といったこのタイミング、決めました。2点リードの秋田、2得点目を決めて1点のリードを奪いました。またしてもこの和田の得点、ジョン、シュート、決まった。さあホイッスルが鳴っていますが、これはゴールですか。フラッグが上がっています。同点ゴールかに見えたんですが、押し込んでいったというシーンがありましたが、これはノーゴールの判定ということになりました。さあ相模原選手が変わります。39番の伊藤に変わりまして、
29番の水野幸喜が入ってまいりました。上で行きますか、下で行きますか、下で来た、体を当てて見事に奪いました。ジオバンニチャンス、水野です、中に出てジョーン、松本の手に収まりました。水野のパスからジョン・ガブリエル、最後はカンメラというところでした。ラスプレーシュート、バーに当たる、これは惜しいシュートでした。変わっていた中村のシュートがありました。試合終了です。2対1勝ったのはアウェーのブラウブリッツ秋田。前節に続きこれで2連勝、前節が今シーズン初勝利ということですから、もちろん初の2連勝ということになりました。